した中にでも、まあ、きちっとした感じっていうのは、まあ、そうだね、コンセプトの方が、まあ、基本なんかレースとかも使ってる、こういったね、まあ、イメージもあるので、そのシルエット的な部分よりも、例えばそのレース使いみたいな、柔らかめの、その例えば刺繍だったりとか、ちょっとそういったものも出してあげられるといいのかなという気はします。でも、よく書き込まれてるんで、まあ、あとはその、なんだろうな、素材感。やっぱどうしてもね、まあ、自分の書き方っていうか、その絵の書き方によって、やっぱそういう形になってしまうのはあると思うんだけど、例えばさっきオーガンジーとかも出てきたけど、その透け感のある絵の描き方っていうのを、みんなと描いたことがあるのかな。先生どうなんですか、その辺の感じとか、そのボリュームの感じも、例えばタイトルなのかとか、例えばフレアなのかっていうのを、多少こう合わせて考えていかないと、本当にただ単に思いついたものを全部見れましたみたいな、ぐちゃぐちゃのちょっとコレクションのイメージになってしまうので、そのあたりだけはみんなちょっと気をつけてほしいなと思います。